鳴りました。5つの鐘が鳴りまして、今日も生放送ですね。今週最後の生放送ということになります。無事に今週も土曜日まで生放送をやるのをこぎつけることができました。今日はね、何回かと言いますと682回、我ながらすごい。でもね、まだね、今日の生放送を見に来てくださってるお客さんがあれっていう感じ、紙芝居のおじちゃんが来たよって公園に来たけど、あ、パッとね、目玉マークの横にね、1って出ました。それから、いいねの花火がボンボンと上がってきてですね、それからまあ数字が増えてきましたね。ありがたいですね。もう早速ね、第1部に入っていきたいと思います。やっぱりこれはね、もう視聴者の皆様あっての私の日刊生放送でしてね、今口調が急にこうはっきり滑舌がしましたのは、この意識したわけだ。何を意識したかというと、その字幕にした時に、字幕っていうのがですね、 YouTube の方にこの番組をそのまま映すわけですね。うん。で、YouTube の機能として字幕の自動生成っていうのがあるんです。ですからこう喋ってる言葉が日本語の字幕にこの辺にブーってなって出てくるわけですけども、滑舌がはっきりしてないとヘンテコリンな字幕だけど、滑舌がはっきりしてると、まあそれでもおかしなことは多々あるんですが、まあまあマシな字幕が出るっていうことでね、後でこの YouTube の方で見てですね、字幕がどうなってるかっていうのを見るのもね、その密かな楽しみになってきているということなんですね。ですから極力滑舌をはっきりしながら喋ろうという問題意識を持ちながら今喋ってるわけでございます。で、なおかつ限られた時間ですから、早口も早口で滑舌もはっきりというね、こういう喋りでお届けしてるわけですが、この生放送ね、生身の人間が生でやってて、で後ろの時計を見たらね、あ、今5時2分だな、3分だなって自分の時計と照らし合わせてね、あ、なんか生放送じゃないかってね、今この瞬間見てる人はね、あ、 S さんがね、今日は滑舌はっきりいいねとかってねコメントつけてくれました。こうやってね、コメントが読まれるとね、なんかディスクジョッキーの番組みたいでしょ。昔だったらヤングタウンとかヤングリクエストとかあってですね、自分のリクエストが採用されるとか、あるいはこのメッセージが読まれるっていうとね、それとかね、最近話が出たのでは、その雑誌の読者コーナーみたいなところにね、お便り出すとか、イラスト書いてですね、私は中学生ぐらいの時にラジオの制作っていう雑誌をね、月刊ラジオの制作、2年ぐらい読んだでしょうね。だからメインはラジオとかそういう電気機器の回線図ですよ。ですから、なんだ、コンデンサーとかね、ダイオードとかね、それから増幅させるの、なんて言うんだっけ、名前忘れちゃった、真空管じゃなくって3本足のやつ忘れちゃったねで自分でハンダ付けしてね、作るって、そういうのが載ってる雑誌なんだけど、いろいろ話題性がね、で私放送部に入ってましたから、そういうこの話題が楽しみでね、まあ触る、そういう世界に触るっていうような感じですよ。で、その読者コーナーがあって、でそこにその雑誌は非常にその編集部のキャラをね、編集長がこんな人でこんな書き手がいてっていうのを押し出してね、まあ、中学生とか高校生の読者が多いですから、作ってる人に親しみを持ってもらいたいっていう雑誌作りをしてましたので、非常にこう親しみを感じる。で、編集長とかその編集部がこんな様子だろうっていうね、勝手に想像して妄想してラジオの制作の編集部の様子とかってね、はがきに書いてですね、送ったらですね、採用してですね、読者のコーナーに載せてもらいましたで放送部のね、中学の放送部の後半に見せたらね、痛く
羨ましがってました。三浦先輩すごい。何がすごいのかよくわかんないけどね、ラジオの制作に乗せてもらってすごいっていうような話ですよ。第1部に行かないといけないんですが、今日はですね、こういう話題でしても見ていただいたらですね、一目瞭然。こうちょっと今チラッと上下ひっくり返す。さあ、こういう話題なんですよ。これは何かと言いますと、日本郵便の1円切手で、こっちのね、これは前島ひそかさんっていう方で、日本の郵政事業を始めた方、その人が1円切手の顔だったわけですね。で、こっちが新しく、これはね、日本郵便の郵便局のゆるキャラみたいでね、それが前島ひそかに代わってっていうか、前島ひそかと共に、この1円切手に採用された。これがなぜこう私がやるかというと、これがクリスチャン新聞のね、最新号に載っておったんですわ。なんでこういうのがクリスチャン新聞に載るかっていうのがね、この発案した女子学生がクリスチャンの女子高生が、朝日新聞の声っていう欄があるわけですよ。まあ投稿欄ですね。そこに投稿したことがきっかけで、このゆるキャラの1円切手ができた。これがクリスチャン新聞の2月19日号に載っているっていう次第ですね。で、投稿者は当時17歳の、ゆかい、とかい、とこひさん、K さんとかっていうお名前の人で、2020年2月、かわいい絵柄の1円切手が欲しいというタイトルで、朝日新聞の投稿欄にね、投書したわけだ。で、自分は、その友達と手紙のやり取りっていうことをしててね、文通してると。文通って懐かしい言葉だよね。今でも文通してる人っているんだね。我々の頃はもうインターネットなんてないですからね。文通しかないわけですよ。特に海外なんかとね、ペンパルとかね、そういう言葉があって、で、この女の子は多分国内の友達とね、文通で可愛い切手を貼ったらとてもテンションが上がる。あ、だから切手も大事なアイテムなんですね。インスタグラムでこの絵を中心に、ビジュアル中心でコミュニケーションを作っていく若い世代、それがハガキとか手紙とかそういうもので文通するっていう手段も用いることにおいて、そうするとね、やっぱり画像世代としては切手が可愛いとかね、そうですよ、日本の切手っていうのはね、美しいっていうことで定評があって、昔からその記念切手、昔は切手の収集っていうのがね、趣味だったんですよね。非常にホビーとして有名で、だから郵便局にずらーっと行列ができる。あるいは珍しい切手は、その売り出しから月日が経ってね、もう現役では売ってない。だけど、だんだん価格が上がってきて、あれね、振り向き美人って言うんだったかな見返り美人か。これなんかは額面は50円だか100円なのに何千円っていう値段がつくとかね、いろいろ中学生高校生ながらそういうことに興味持ってね、ほーんとかって思ってたもんですけども、今回はそのクリスチャンの女子高生の人が、一般紙の投書欄にね、可愛い切手を出してくれたらいいのに、そしてね、採用されて、学校の先生やね、友達も喜んでくれた。で、校長先生も読んでくれて、なんか大げさな話になってね、部活や担任の先生に知らせてくれていたので、みんな知っていた。ね、高校の先生からは、小さな声もこうやって社会に反映されるんだよ、と励まされた、っていうことでね。で、それを、その当初ですね、その日本郵便の社長さん、増田博也社長の目に留まって、あ、そっか、こういう1円切手とかの潜在的ニーズって高いんだっていうね、経営者の発想ですね。だから1円切手なんて作ってもね、儲けにはならないっていうかね。だけどこうやって郵便っていうことに親しみを感じて、
他のネットとかの手段じゃなくって郵便を使ってくれる若い世代の人にアピールするんだっていうことで、さっきのねポスクマちゃんっていうんですね、ゆるキャラね、これを見ていただいて、第2部のこれですね、左右ひっくり返し、これポスクマキャラですね。で、前島ひそかさんがこう映ってるわけですけども、前島ひそかっていうのはね、日本の郵便事業ということが始まる時において、もう多大な貢献者ですよ。だからこのクリスチャン新聞の記事の中でね、その郵政事業を始めて前島ひそかさんの顔が一円切ってっていうのは申し訳ないような気がしますとかってね書いてるんだけど、いえいえ、やっぱり基本のキーは1円ですからね。うん、前島ひそかの顔が1円で残ってるっていうことはね、意義が深いと思うんですね、私はね。うん。で、その特定郵便局っていうことを、その、何でも知ってる司馬遼太郎さんがね、この国の形って、今ちょっと探したんですけどね、なんていう題のエッセイだったかなって忘れちゃったんですが、覚えてるところで言いますと、そのもう郵政事業、郵便事業っていうことを始めて、もう2年か3年の間に全国展開してね、日本のどこから郵便を出しても日本のどこへでも同じ値段で郵便がつく、ね、社会的にどういう立場の人でも同じ値段で郵便を活用することができる、そういう近代国家とのシステムをね、前島ひそかさんが作っちゃった、まあ、まるで手品のようなっていう言い方をね、司馬遼太郎さんしてましたけど、その手品には種があった。で、それは何かというと、まあ今日特定郵便局と言われているもので、それは明治時代までね、江戸時代に、まあ庄屋だとか、その村の長ですよね、村長さん、そういう人たちに明治の御用になってたんだけど、郵便事業ということが社会的に非常に大切でね、これから明治政府がやるのであるから、それを地域のこの名手である名士であるね、あなた方がやってくださいませんかということでね、お願いして、旧名主、村長層にやってもらった。で、その時に結局その屋敷っていうことがあるわけだから、そういう人たちの屋敷っていうのはもう下級武士よりもよほど広くてね、立派なお屋敷ですよ。その一部分を特定郵便局のオフィスにすれば済むっていうことですね。それからこれは非常にこう名誉の高い職である。特定郵便局の局長っていうのは非常に名誉職であって、これ天皇にお目見えが叶うっていうことにしたのかな。ちょっとこれいい加減なことは言いませんけど、そういうことにね、司馬さん触れてたと思います。それからもう一つはね、わずかながら、その俸給というものを出した。で、一番最初やった時にね、それをお金で出さないで、お米でね、一日何秒、秒じゃないね。1升2升とかで30日でいくらというふうに非常に細やかにお米でその特定郵便局の職を担ってくださっているということのお礼をしてね、非常にそれを担った人たちはこう自尊心が満足したわけじゃないですかね。江戸時代の間中ずっと庄屋とかね、村長っていうことでやってきたのに、明治になってもそういうものはなしになったと思ってたら、特定郵便局ね、これは非常に公共性の高い、日本の国のために、近代国家としてやっていくために非常に大事なものでありますから、ぜひ皆様のお力を借りたいということでね、愛さんがね、毎日配達素晴らしいですね、本当にそうですよ。郵便事業ってね、すごいですね。でもなんか郵便ももう連日配達をやめようか、木曜日に出したら月曜日に着くぐらいの感じになるんじゃないかっていうのをね、ネットでちょっと最近見たばかりでね。でか、配達じゃないですけど、私の生放送もついでにね、日曜以外毎日ってやってるっていうのはね、なかなかね
自分ですごい、自分ですごいっていうのもね、あんまりね、あれですけども、そういうことなんですよ。でさ、今日は、初めから見ていただいたらわかりますけど、日本郵便の1円切手ね、ポスクマ君っていうゆるキャラを採用した1円切手ができた。それはそのクリスチャンの女子高生が、なんか、朝日新聞の声欄にね、投書して採用されて、それを郵便局の社長さんが見てですね、あ、これはいいわ、っていうので、もう赤字ね、1円切って作ったって採算には合わないけど、あえてやってくれた。まあそういう話題性。それが、2022年のクリスチャン新聞に載ってるっていうことでね、第一部。で、2000年代から一気にガーッとタイムスリップして、1978年のタイムスリップなんですね、今週は。ところがね、その、榎本康郎先生が亡くなったっていうのが、1978年にね、記事が出てなかった、リアルタイムでって言ったんだけど、昨日。それはミスでして、亡くなったのは1977年だったんですね。だから、先週の月曜日に78年の重大ニュースをやって、で今週の月曜日に77年の重大ニュースを載せて、で今週はその後78年に飛ぶっていう変則的なことをやったので、私の頭の中でこう勘違いが表示まして、そういうことにね、慌ただしい時間の中になってしまったんですが、ですからその榎本康郎先生の逝去にあたってこんな記事をクリスチャン新聞が出したっていうのはね、どうしてもやっとかないといけないっていうことにねなったんですね。で、これは見つかりましたから、それは早速今出したいと思います。榎本康郎牧師の死を偲ぶ、アシュラム運動に捧げた一粒の麦、中さんっていう方ね、正統社っていうね、出版社があって、千尋葉先生の本をいろいろ出したわけだ。そこの社長さんね。その方が哀悼文を書いたわけですね。それ以外は、特にないわけよ。亡くなった榎本先生だが、って、これは榎本先生のね、こう、中さんって、こう、珍しい名前のね、正統社社長っていうね、活字がね、見えますでしょ。そういうことですよ。私の方にパッと向けて、こう、左右ひっくり返しをしないとね、時計がね、5時なのに7時に見えてしまうというね、フェイキーな感じになってしまうので、で、榎本先生が、まあ、四国の由緒ある教会の牧会を去って、アシュラム運動というものに専念する。ということで、そこの職を離れた。今治教会ね。で、それは非常にこのリスキーなね、ことだけど、もうこれは榎本先生にとっては神様からそれやりなさいって言われてね。そのアシュラム運動ということは、日本各地はもとより、台湾、それから北米、南米とも拡大した。ね、それに関連して新学校を建てるとかね。ですから、榎本先生自身が、その教会の牧会をする中で、なんていうかな。やっぱりパワーで、人間の力でやってるからなんだ。毎朝神様にお祈りして、神様から、あなたはこういうことしなさい、こういうことしなさいっていうね、導きというかお言葉をいただいて、神様から聖霊の力をいただいてやっていく。単純なことですよ。非常にシンプルなことですよ。で、昨日紹介しましたけど、ラミー、ね、ラミーちゃんに、榎本康郎伝、漫画になったやつ連載されて、本にもなったんですが、まあ、それで読んだわけだけど、そういうふうに、で、その他のところで読んだのではね、蒼天祈祷会、その榎本先生がいる教会がすごい朝早くから電気がついてるからね、地域の新聞社がね、一体何やってんだべっていうことでね、好奇心満々の記者がいて、取材に来て、それがきっかけでね、ここに教会ありみたいな感じのことをローカル紙に書いてもらったっていうようなことがね、他のところで読みましたけど、だからまあ寿司屋で言えばね、寿司屋の大将が市場に行っても今日一番の生きのいいネタをね、仕入れてきて、それで握った寿司を提供すんだべ。で、牧師たるもの、寿司屋の大将以上にね、
もう神様からダイレクトに届く、息のとびっきりのいいネタをね、ネタってちょっと失礼な言い方ですけど、その神様の御言葉とかね、御心っていうものをぎゅっと自分が仕入れて、それを、はい、ちょーってね、お出しするのが牧師の本分だっていうようなところから、アシュラム運動っていうところにつながってったわけですよね。御言葉に聞くこと、祈ることの大切さを植え付ける運動。ね、聖灯社の社長の中さんがこういうふうに表現してますけども、で、まあ、スタンレー・ジョーンズ、まあ、アシュラム運動っていう名前は、その人と関わりがあってね。うん。で、20年来、その中社長と榎本先生がお付き合いする中でね、4点、チーロバ。チーロバっていう本を榎本先生自身も出されたんですね。で、聖灯社、聖書の聖に、灯台の塔ですよ。小さな出版社ですけどね。私のアダム書房と同じですよね。アダム書房よりはよほど立派ですよ。ね。で、その4点も榎本先生の本をお出しすることができた。もう本当に忍んでるわけだ。榎本先生は、どんな人も分け隔てしない。ね。声をかけられると、どんなに忙しくても応対される。ね、長たらしい愚痴のような話をね、延々とする人の話を聞いてあげるのを目撃してね、すごく感動した思い出がある。中さん、忍んでます。でもあんまりにも人のために時間を割きすぎたっていうかな。で、その榎本先生、棒読みとしてつかみどころのない風をして、実に細かいところにも気の利く優しさを持っておられた。ね、正統的な福音信仰を堅持しつつ、早天、早い天って書く早天ですよ。早い時間に起きて密室。その誰も他の人が見ていない、もう神様しか見ていない、そういうところでね、毎朝祈る。早天の密室で練り鍛えられた霊的気迫。それを庶民的に、ね、近寄りがたいじゃなくて、すごい庶民的に表現した人。で、その榎本先生はもう地上にいない。ということでね、大事な友として、中社長がもう忍んでるわけだ。絶筆となった榎本先生の絶筆が新しく生まれなければ、と題する文章だった。で、そこで一粒の麦という聖書の言葉を引用してね、イエス様の言葉を引用して、イエス様でさえ、一粒の麦となって死ななければ栄光を受けることができなかったのだと述べている。ね、これを読むと榎本牧師もまたアシュラム運動のために一粒の麦となられたような気がしてならない。で、今アシュラム運動っていうのは昨日もご案内の通りずっと続いてるわけですね。で、アシュラムホームだっけ、青梅八幡の方に榎本先生のお孫さん榎本めぐみ牧師が継いでなさってて、アシュラムセンターか。で、その建物、ボーリズが建てたボーリズ建築の個人宅ですよ。だから暖炉があったりね、壁なんかそのもう大正時代のね、凝ったね、もう左官さんが泣いて喜ぶようなね、もうデザインにしても素敵なね。で、それでいて非常にこう人間が住むのにふさわしい機能性、うん、そういうお家を兼ねてから榎本先生が願ってて手に入れられて、シメオンの家とかね、アンナの家とかね、アシュラムセンターの働きとして未だに使っておられる。だから榎本康郎さんとボーリスさんもつながりがあったわけですね。共に近江八幡なわけだからね。で、ボーリスさんってはもうクリスチャンの人がいい働きしてたら素晴らしい働きですねっていうのでね、非常に応援したっていうことだよね。それから、ボーリスさん自身も先週話したんかな、そのメンソレータムね、ハイドさんか。アメリカでメンソレータム40も50も超えてね、鳴かず飛ばずだったのがメンソレータムっていう薬を開発してね、パッカーン大ホームランを当てたクリスチャンの事業家から日本でこれ売んなさい。だけど日本では無名の薬。ところがもう草の根でやってたらね、クリスチャンおばあちゃんがね、ある教会でその話聞いてね、その薬わしが買ったって言って12ダース、12ダースかける12ですよ。
そんなおばあちゃん買ってどうすんのって、わしはこれをな、神様がボーリズさんにお与えになった霊薬を個人個別伝道、個別伝道訪問伝道の時に活用してな、これは神様からの霊薬だぞよと言ってな広めていくのに協力するんですよってね言ってくれて、そのもうボーリズに共感して自分のもともと持ってた事業を投げ打ってね、近江教団に入ったね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、ちょっと過去のバックナンバーね探してみてください。もう大感激したとかね、まあいろんなドラマがあるわけだ。でそういうボーリズとピッ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 とつながってね、ボーリズが共鳴した人の中に榎本康郎さんもいて、その方が77年に亡くなった。で今日はね78年のね、記事で締めくくらないといけないんですね。78年ね何しようかなってね、まだね定まってなかったんですね。だからこれタイムスリップだから、パッとね目についたやつをね、何でもね、もうこれって私が言ったらこれなんですよ。私の生放送だからね、私の口が言ったことが私の口、さあ私があとね10秒後に何を言うか、制限時間はねあとね3分ですよ。ちょっとね78年のネタね今ね見てるんですが、こう物色してるわけね。いやいろいろ考え出すとね、最終日だしそれにふさわしいネタとかね、そういうことを考えないといけないしね。まあビリー・グラハム大会、1980年に国際大会再びやるね、67年にやって、まあそれと同時にクリスチャン新聞っていうのが始まったっていうことですね。再び80年にやるっていうね、それが78年、だから1年越しで準備するわけだ。11月29日、80年ビリー・グラハム国際大会への着実な一歩が熱い祈りの中でついに踏み出されたっていうことですね。大阪中之島公会堂でビリー・グラハム信徒教職大会っていうのをやったっていうことで、大阪からこう火がついてきたんだね。でビリー・グラハムさんがこれにも来て、78年に来て、まあ霊感あふれるこうスピリチャリティにあふれるメッセージをやった。ここでみんなね大いにやっていこうっていうことでね、そういう気を構えを持ってやり始めた。大会会長は安藤中一さんね、が島村企画さん、船本坂尾さん、堀内明さんの4氏が選ばれた。みんな懐かしい名前だよね。今となってはもう全員亡くなっちゃったもんね。副会長が羽鳥明、顧問団代表、顧問団いろいろやるんだね、各国夫さん、温泉が出た教会の牧師さんですよ実行委員が誰だよとかね、まあいろんな人が協力して、実行委員会会長に長島幸夫さんが選ばれた。だから会場借りるのにね、後楽園球場かなんか借りるのに、まあ試合があったりしたらダメじゃないですか。だからそのプロ野球をねやる会場だからね、そのプロ野球がどうなるか次第で、80年ビリグラム国際大会といえどもね、やっぱりプロ野球が優先なんだ。だからそのどのチームがどう勝つかっていうことに左右されてるね。中島幸夫先生ってそんなにね野球のこととかねその関心がないわけよ。ところがこの時ばかりはね、80年にだんだん近くなってきて、もうスケジューリングがねもう直前までわからない。だけどどうしても後楽園球場を借りたい、日生球場だったかな、どっちだったかちょっと忘れましたけど、とにかく球場ですよ。それでこのチームが勝ってこのチームが負けたらもう国際大会で使えるのが確定っていうのがあってですね、それに長島幸夫先生が一致球して、やったー阪神が勝っただったかな、あボンなっちゃった、あれちょっと早くなったんじゃない、おかしいね、あと1分あるような気がしたんだけど、冷徹ですね時はね、ボンは鳴りましたよ
でそのプロ野球の結果に中島幸男先生が一喜一憂した。これはね80年のビリグラム大会の報告書がね、こんな立派なね分厚いね写真のやつが出てですね、それに載ってるエピソードをね今ふと思い出しました。78年の最後の記事は80年ビリグラム国際大会をやります、そのスタートをした、その記事を持ってね今日終わりということになりました。で今週も無事に皆様のご協力を持ってですね、終わりました。この放送をお聞きになっている皆さんに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の生放送すべて、つつがなく終了させていただきます。ボンからね1分も過ぎてしまいました。1週間ありがとうございました。ボンで仕上がり、ボンカレーじゃない。